はい、皆さんこんにちは。フィットネスインスタントの大谷です。今日はご覧くださってありがとうございます。こちらはですね、神戸学院の、有瀬キャンパスです。今一つ授業を終えて、そしてお昼休憩を挟み、次の授業までちょっと時間がありますので、動画を一緒につながりたく動画を撮っております。さあ、今日もまたちょっと曇ってきました。皆さんのエリアはどうでしょう、ね、梅雨の時期はジメーっとしてますね。体のジメジメ感をリセットしましょう。そのためには動くっていうのは大事なんですね。動くことによって血の巡り、気の巡りを良くしてデトックスしましょう。体の中に溜め込んだいらないものをデトックスしましょう。そして心のモヤモヤ感もリセットしましょう。そして脳の酸素不足も動いて頭の方まで酸素が行くように巡らせていきましょう。はい、ということでですね、今日も一緒に動いていきましょう。で、どうもですね、いろんなジャンルから言われていることなんですけれども、太りやすい方の傾向ということでいくつかあるんですが、皆さんどんな傾向があると思います？まず一番目に上がるのが、動くのが嫌だ、運動が嫌だねっていう方、やっぱり当然ね、活動量が減ると太りやすくなりますね。だって代謝が下がるんですよ。で、それだけならまだしもですね、動脈硬化とか心筋梗塞とか、また糖尿病とかですね、そういったことにもつながる可能性が大なんですよ。だから体を動かすってこと大事ですね。特別にこうね、ハードなトレーニングをしなさいというわけではなくって、こまめにもう毎日習慣化してですね、たとえ1日1分でもいいとかっていうぐらいの気持ちで続けていくってことが大事ですね。で、体を動かした方が体自体楽なんですよ。というのはですね、年とともに体って誰でも硬くなったりするんですよね。血行不良も起きるんです。でも動くことによって固まってる筋肉がほぐれると動きやすくなるんですよ。動き出しやすくなるってことは体が楽なんですよね。ということで、動くっていうこと、動きたくないっていう方がやっぱり太りやすい傾向があるみたいです。それと睡眠不足ね、睡眠不足だと自律神経に影響がありますので、そうすると、いろんな体のバランスを崩しやすい。それとですね、寝ている時に脳がリカバリーできるんですけれども、脳がリカバリーできてないと脳の酸素不足が起きていたりしますし、そして脳が、疲労感があると、またですね、食べ物がそんなにお腹空いてるわけでもないのに、食べたい食べたいみたいな欲求が出るんですね。で、ちょっとそれに近いことなんですけども、ずっとね、オフィス作業してる、パソコン作業してる、そんなに体を動かしてないんですよ。でもね、脳が酸素不足になっているんですよね。循環が滞っている。そうすると、ね、脳の疲労を回復したいので、眠たくなったりとか、また食べたいね、特に甘いものを食べたいという傾向が出てくるらしいです。だからそういうことをリセットするにも、ちょっと動いてね、循環良くして脳に血流が行くようにするというのも大事、酸素が行くようにするということも大事です。はい、で、3つ目は砂糖の過剰な摂りすぎね。で、運動してね、お腹が空くと甘いものじゃなくてがっつり食べたいって感じになるんですよ。で、甘いもの欲しいって方はですね、そんなにお腹が空いてるわけじゃないんだけれども、こうなんかストレスがあるね、まあ要は脳が疲労しているとか、そういったことで、甘いものに傾向に走るみたいです。で、甘いものってまあ美味しいんですけれどもね、緩めるってね、心がホッとする作用もあるんですけれども、過剰な摂りすぎはやっぱり良くなくって、そしてその過剰な摂りすぎをすると血液の粘着性が増す、血液がドロドロしちゃうんですね。なのでややこしいですよね。で、女性の場合は生理があるんですけども、生理痛がきつい方の、多くの方がやっぱり砂糖の摂りすぎをしている方も多いらしいですね。はい、まあ、といったことが、挙げられるね。だから太りやすい方の傾向としては、運動していない、運動が嫌い、ね、そして、運動というか、まあ、体を動かすのが嫌いそして、睡眠不足で砂糖の摂りすぎ、まあ、他にもいろいろありますけれども、こういったことがあるということですね。はい、なので、一緒に動きましょう。で、特にリズミカルに動くということは有酸素運動効果が得られるんですけれども、ダイエットという点ではですね、ストレッチだけやってれば痩せるというわけじゃなくて、いろんな運動をバランスよくやることが大事なんですが、特に有酸素運動ね、リズミカルに動くということが大事です。はい、ということで、短時間ですけれどもバランスよく、ね、動かしていきたいと思います。ちょっと音楽をかけてきますのでお待ちください。で、その間ですね、頭痛、肩こり、めまいの緩和にもなりますので、耳を触って口を動かしてください。顎の関節を動かしましょう。耳はね、腎臓の形をしているんですね。さあ、じゃあちょっと音楽をかけてきます。お待ちください。
ました。はい、足踏みから始めましょう。ダッ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 。はい、では少し骨盤をスパイラルします。はい、ダンダンダッダッダン。はい、肩取りを緩和しましょう。背中や肩の凝りを取っていきますね。1、2、1、2、1、2。はい、もうちょっと背中を向いて足にやと動かしていきましょう。はい、短時間ですけどもね、一緒に動きましょう。はい、では片足を前へ後ろ、前へ後ろ、ちょっと軽く跳ねましょう。反対足、前へ後ろ、前へ後ろ、はい、軽く跳ねます。もう一度、前へ後ろ、前へ後ろ、はい、跳ねます。もう一回、前へ後ろ、前へ後ろで、よかったらですね、左手閉じて、はい、反対、1、2、3、4、1、2、3、4、左手閉じて、はい、1、2、3、4、1、2、3、4、手を回してみたいと思いますね。はい、前へ、で今度横に、後ろに左手閉じてしまうね。はい、前、前の筋肉を使いましょう。内側の筋肉も使いましょう。後ろの筋肉を使いましょう。繰り返します。前、横、後ろ、手を振ってください。その方が動きやすいですよ。はい、手を振って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 、はい、じゃあもう一回だけいきますね。手を振って、ちょっと跳ねた方が骨にもいいのと、インスリンの働きが良くなっていく上で、有効なオキトシンというホルモンが出ます。はい、じゃあ動きを変えて横の動きをしますね。で、肩周りをほぐしましょう。1、2、1、2。さあ、肩甲骨を寄せたり開いたりして、肩取り感は1、2、1、2。はい、このまま足を蹴って、膝の調子も良くなります。はい、前に足を持ち上げましょう。鍛えずストレッチです。はい、後ろに蹴ります。はい、前に足を持ち上げます。はい、もう一度繰り返しますね。はい、足を前に持ち上げます。さあ、じゃあこの足なんですけども、こういう感じで前に、はい、後ろ蹴って背中を伸ばすんですね。はい、脇腹を伸ばします。伸び伸び伸ばしますね。はい、交互は肘を曲げますよ。よかったらタッチしましょう。はい、肘を曲げます。はい、肩を後ろに引いて、はい、じゃあ今度は反対側の脇を伸ばしましょう。あ、音がちょっと飛んでありました。はい、交互に、はい、後ろに引きます。はい、じゃあちょっと跳ねますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。はい、では背骨と肩甲骨の、良くなる運動、お腹も締まります。この感じ、肩を、はい、腕を回します。はい、また引きますね。背中、肩、腰が楽になりますよ。今度は横なんですけど、脇を気持ちよく伸ばしましょう。はい、ぐにゃぐにゃするほど体がほぐれてきてしまいます。ぐにゃぐにゃぐにゃ。はい、後ろに引きましょう。はい、これもまたぐにゃぐにゃします。ぐにゃぐにゃぐにゃ、ストーン、ストーン、ぐにゃぐにゃぐにゃ、ストーン。はい、回しやすい方に回してください。はい、そしてぐる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 。はい、じゃあもう一度ですけども、ほっほっ、はい、肩回し、はい、腕を回します。はい、では横に脇を持ち上げて、はい、ぐる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 、繰り返します。ぐる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 、もう一度ぐる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 。はい、後ろに引きましょう。はい、背中をぐにゃ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 、ストーンストーン、ぐにゃぐにゃぐにゃ、ストーン。はい、回して音がね、よく飛びます。はい、ブル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 。はい、ではですね、胸を、ここの胸の骨をぐーっと上に持ち上げます。そして倒れるっていうよりは、前に骨盤を押し出してここを伸ばしましょう。マイクエイですね。はい、そしてしゃがみます。
起き上がったらまたここを伸ばす感じ、前に押し出してください。はい、下がります。ここを伸ばして、あと1回ここ伸ばして、はい、では足を開きますね。ちょっとお腹を引き上げましょう。はい、では両手を上にゆー、はい、そしてもうちょっと足を開けたら開いてください。側はここの内もも伸びてますね。じわー、はい、脇腹を気持ちよく、ここはしっかりです。はい、戻しますね。そしてマイペースで倒しましょう。足も脇も気持ちよくです。体を起こしたら向きを変えて上に、お腹も、お腹がしっかりすると足もしっかりできます。で、両足伸びてるところからじわー、はい、脇腹を持って、ここも、ここも伸びますね。はい、今度はこっち側なんですけれども、ここをね、伸びます。同じ手の高さで沈めますね。そしてこっち、脇腹を持って、お腹しっかりですね。はい、手と手を遠ざけて、背骨をしっかり伸ばしていきます。足、腕の気持ちよくです。さあ、向きを変えたら上にぎゅーっと伸ばして、ここもここ伸びてますね。はい、では両手をついて、そしてしっかり小中で支えて、前側、はい、ぐっと体を上に上げていきましょう。はい、そしてここから持ち上がっていくんですけども、ちょっと前にポンと飛んでください。そして胸を広げて肩を動かします。お尻を持ち上げていきましょう。あ、よかったら足を伸ばします。あ、はい、どうでしょうか。それではですね、皆さん起き上がっていただきましたが、ちょっとタッピングや擦りましょう。擦りましょう。はい、回します。ブラ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 、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。有酸素運動もしてます。ストレッチもしてます。鍛えることもしてます。体幹も鍛えています。ということで、今日は、ぜひね、体を動かしましょうということで、皆さんとこの動画を通じて、送らせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ね、最後までご視聴くださってありがとうございます。よかったらグッドリーのまたチャンネル登録もよろしくお願いします。この動画を通じて体も心も元気にね、ハッピーでいきましょう、ね、ストレス解消、体調も整えてというふうになります。はい、ということで皆さんありがとうございました。またね、大家でした。